выиграли, как вы смотрите на это? Я думаю, просто румыны немного дрогнули. ルーマニアあの選手たちはあのまだ体調がちゃんと整えなくて、でそれで筋肉で、あの多分本調子じゃなくて、あの今日は失敗多かったんじゃないでしょうか。それでは明日の種目別、それからオリンピックに向けての抱負をお願いします。15歳になったばかりのドブレ選手はドナルドダックの髪留めが似合うお茶目さん。世界選手権でソビエト以外の女王が誕生したのはなんと21年ぶり、あのチェコスロバキアのチャスラフスカ以来のことです。ドブレはコマネチもなれなかった世界選手権の女王なのです。コマネチとこうドブレを比較するとどうですか？そうですね、あのタイプとしてはね、同じタイプだと思うんですけれども、うん、あの動きのセンスとかね、それから脚力という面ではドブレの方が上じゃないかなと思ってるんですけどね。はあ、やはりあのやばくて強いでしょう、非常に表現力もいいし、それから足も強いということでね、やはりあのオールラウンドの選手ですね。そのドブレに一番好きな選手は誰か聞いてみました。なんと意外にもソビエトの男子ビロゼルチェフの名前が出てきました。交通事故から見事復帰。選手の演技が始まっています。名古屋の愛知県体育館です。女子の方は3種目目に入っておりまして、平均台です。今日は種目別の選手権です。昨日の個人総合選手権自由演技、それぞれの種目上位8人の選手が出場しておりまして、美と技を競います。4人目の選手です。カメリア・ボイネア、ルーマニアの選手、前方宙返りです。平均台は高さが1メートル20センチですが、幅はわずかに10センチしかありません。昨日の持ち点と今日の得点合計して種目別のチャンピオンが決まります。ここまでソビエトの口が 19.55 でトップに立っています。これから強豪が出てまいります。解説は女子の方は坂佳代子さんです。坂さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このあとギュロワ選手が出てきますし、ドブレ選手が出てまいりますので、強豪はこれから出てくるという感じになりますね。そうですね、ここまでいかがですか、ボイネア選手は。抱え込み2回中ちょっと前一歩行きましたね。はい、あのミスは大きいですね。そうですね、ボイネア選手の持ち点は 9.70 です。そして今日の得点と合計して種目別の得点が出てくるわけでありますが、この後昨日の個人総合優勝者のギロワ、あるいは世界チャンピオンのドブレが登場してまいります。まず平手が昨日の個人総合優勝者ソビエトのギュロワ選手であります。持ち点が 9.80 です。ボイニア選手は 9.65 であります。従いまして 19.35 ということは、口選手が現在のところ 19.55。 さてギュロワ選手の演技が始まりました。横から入ります。今の技はですね、はい、本当はお得意で1回ひねりとかね、はい、そういう技で持っていくんだと思うんですけど、ちょっと今日は安全にいったようですね。あ、そうですか、はい。14歳です。今年の世界選手権の代表メンバーでありますけれども、個人戦には出ておりません。後転跳び2回から後方の伸身の宙返りが入ります。なんかぴったりと決まってるという感じで動きませんね。そうですね、もうここへ来るにはもうすごいね、熟練してるというか、はい、かなりの練習量を積んでますね。なるほどね。あのコーチの話によりますと、ソビエトではナンバー2の実力があるということを言ってましたがね。ああ、そうかもしれませんね、はいはい、でもあの世界選手権に出たね、メンバーもすごい力持ってましたから。そうですか。そう言われると、なんかすごい選手の層だと思ってきますね。はい、まあ、日本にとりましては大変困ったことになるわけでありますが、日本はしかし団体で9位と頑張りましたけどね。そうですね、あの日本も本当によくここまで来たなって気します。はい、
でもこのね、はい、あとこういうふうに熟練された魅力的にするにはっていうのはもう本当に、あとこの実力をね、どうやって持ってくるかですよ ね、 そうですね、もう上位6位以内に入るにはね、はい、この高さ随分ありますね、5本の高い込みの2回宙返り降りです、はい、あれでね、着地が止まったらね、申し分ないんですけどね、そうですね、見事なギロワ選手の演技でございました。種目別選手権をお楽しみいただいております。これはフィニッシュのところ、後方抱え込みの2回宙返り降りでフィニッシュはちょっと動いておりますが、見事な演技でした。平均台の方では小学校6年生の演技をご覧いただいています。小菅真理選手であります。持ち点が 9.70 でありますので、まあ、優勝のチャンスも十分あるわけでありますが、小柄です、12歳、1メートル33センチで30キロですが、この選手の佐賀さん、特徴というのはどんなところにあるんですかね、はい、そうですね、やはりこの選手も正確に動くというんでしょうか、まず安定してるんですね、はい、そう大きな失敗をまず見せません。なるほどね、そういえばピタピタ決めてますね、今のところ大丈夫ですよ、はい、高点跳びの2回の連続、これも決まりました。三鷹市立高山小学校の6年生であります。フィニッシュ、これは屈伸の形を取ってるんですかね、はい、ちょっと足の開きが見れましたけども、審判から見れましたでしょうか、はいはい、これがフィニッシュのところですが、こういう若い選手がどんどん伸びてくるといいんですが、抱え込みですかね、抱え込みですね、抱え込みですかね、日本の小菅真理選手、12歳の選手の演技をご紹介いたしました。今年の全日本では個人でしかし13位に入っております。将来性が非常に豊かな小菅選手でございました。そしてこの人がルーマニアの世界チャンピオンのドブレ選手であります。持ち点が 9.85 です。ギロワ選手が持ち点が 9.80、 今日の得点が 9.80 で 19.60 という得点を出しております。持ち点が 9.85 です。従いまして 9.75 ということで同点です。 9.8 を出しますとドブレ選手がこの平均台で優勝ということになります。すでに種目別跳馬の演技でドブレ選手とギロワ選手が同点優勝です。昨日は残念ながら段違い平行棒で落下してしまいました。銀河宙返りのところで落下をしてしまいまして、個人総合優勝はできませんでした。世界選手権の後は3週間ほど練習を休んだそうであります、まあ、そういう意味ではちょっと練習不足というような感じもいたしますが、種目別はおそらく闘志を燃やして挑戦するものと思います。さあ平均台です。とにかく世界選手権でこの平均台で金メダルを獲得しているわけであります。速報宙返りから高点跳びの2回の連続、いかがですか。素晴らしいですよ、はい、この連続はね、ボーナスポイントになりましてね、それも完全に決めてますからね、はい、これはいいですね。途中で肩倒立からのひねりっていうのがありましたですね、これはねこの選手の特徴ですね、もうちょっとしたら出てくると思いますよ、あれは世界選手権で大変受けたんですよね、これです。結構難しいんですよ、はい、この技は、はい、ゼッケン1番ハッツ・キバー選手カナダ、そして9.60、ルーマニアの世界チャンピオンの演技をご紹介しております。この宙返りも決まっています。これがね、3つ技がと連続できると本当に最高なんですけどね、はい、ちょっと瞬間止まりましたね。今月の16日で15歳になりました。1メートル51センチ40キロであります。ロッテルダムの世界チャンピオンであります。後転跳び2回から最後後方かえ込み2回宙返り、いかがですか。最後にね、後転跳びの連続からの2回宙返り、やはりね、これは力がないとね、最後まで続かないんですよ。そうですか、はい、やはり力のある選手なんですね。なるほどね。世界選手権の時に比べると 70% ぐらいの力だということを言っておりました。そうでしょうね、はい、ちょっとシャープさに欠けますね、はい、それからちょっとやはり部分的に力不足というか、足の開きが見られたり、はい、ね、やっぱこういうところが感じられますね。なるほどね。でもちょっと足を痛めてるみたいなんです。そうですね、左足を盛んに気にしておりますが、こちらの方にはサポーターが巻かれておりますので、ちょっと足の方を盛んに気にしております。さあ高い点が出たようです。あー、高い点が出ました。 9.90 が出ました。 9.90 が出ました。
19.75 ということは完全にギロを抜きまして単独トップに立ちました。もうほぼ優勝は間違いないと思います。そうですね、ライコワ選手が実戦出したといたしましてもこのドブラ選手の得点を上回ることはできません。ブルガリアの大